僕が会社の車借りて、うん、現場行ってるんですけど、うん、その時になんでお前そんなってそんなのお前何も言ってこんなって、いや岡部に電話しとけって言ったんですけどねみたいな、中売会社に怒られて、じゃあお前らそういうもんなんか、ね、そういう中でこっちは何頑張っとんの、まあ、俺それが大事なんだ一番、まあ、昔まあぶっちゃけめっちゃ嫌いだったやん。みんな消えたとか、お前のことなんか組まざるを得ない状況だったんで、なんか申し訳ない気持ちが、うん、ボーナス、あーボーナス勝利じゃないな、ちょっと。はい、お疲れ様です。です。なった。ちょっと事情がわからん人に、まあ事情を説明するのもあれだけど、まあまずは、いっか、撮影の前に聞こうか、いろいろお前の話は。どうだった？いいよ、カメラ抜きでいいよ、とりあえずは。それをうまいこと、リアル系を。めちゃくちゃおかしい。なんでお前はそんな声やるの？そうだね。あいつはどんな感じなの、あいつは。ちょっと、いや、服の上に入れたら、ピッて、あ、落としたら。こっちは、あ、こっちは。え？あれ？もう回っとった。うん、回っとった。あの、カンタと一緒に撮った。で、なんて？何が起きて、何がなったの？僕が会社の車借りて、うん、現場行ってるんですけど、うん、それで給油が必要になって、うん、その時にレギュラー車に軽油入れました。なんでお前そんなそっちそんなことばっかり、もうなんか俺もタイムリーじゃないまで、ね、もうテンションがそれってやめとけーって電話してなお前にやったけど、まあぶっちゃけこれ立って、まあ、その当日にもお前と喋ったんだよな、酒飲んだんだよな、あそうたまたま電話して、なんかそれ次の日か最初カンタに上がって、はい、いや岡部に電話しとけと、まあ、社長に謝りの電話を入れろよと話だよな、最初は俺は全然違うところに聞いたの、じゃあみんな豊かから聞いたの、はい、で簡単に俺は電話して、なんかお前って何も言ってこんのって言って、いや、岡部に電話しとけって言ったんですけどね、みたいな。謝っとけよって言ったんですけどね、みたいな感じで、それをなんか俺10倍返して怒られて、じゃあお前らそういうもんなんじゃないかって言って、自分たちで、だからこんなしょっちゅう起きるんだろう。俺が怒るんか、俺。お前らのチームだろう、みたいなことで怒られたんだよ。また俺1から10まで怒ることも怒れんし、別に俺も一緒に汗流しとる人間じゃねえかなって。じゃあ罰金とかそういうのってないやんって話をしたんだよな。だからそんでも、もうさすがにお前こんなしょっちゅうトラックぶつけました、リフトぶつけました、お前らよってペナでもなんでもねえのかみたいな話したんだよな。はい、で動画で、まあ、視聴者が聞くと、なんだその罰金とかさ、ボーナスカットとかって何ってなるけど、ねえ、別に金が欲しくて言ってるやつじゃないもんで、なんかしてこいやん、お前ら。そのなんかお互いにそういう議論をしろよっていうか、向き合いをちゃんと謝りゃいいやみたいな雰囲気が漂って、泥とかも俺見とって思うもんなって。今だって堀川翔が今営業の見習いで半年間営業勉強行っとるもんで、はい、お前が実質リーダーでやっとるわけだろ。はい。うん、そういう中でこっちは何頑張っとんの、まあ、俺それが大事なんだ、一番。もうお前がもうガソリン車にディーゼルだ、ブリンド俺も。ぶっちゃけそれはやっぱリーダークラスがしっかりしてるやん、組織って締まってくるやんチームって。だけどそのああもう社長に言っとけよみたいな、結局俺が管理もう管理してないから俺で、そういう中でこいつは何その半年間、まあ、なんかいい噂結構来とんのって。お前からしたらどうなの、お前昔まあぶっちゃけめっちゃ嫌いだったやん。おい違う違う、お前一つ言ってけどみんな嫌いだったからお前のことなんか。いやあの人は何でしょうリーダーはみたいな感じだったさ。いや、そんな。いや、自分のことしか考えてないですもん、みたいな。今だから言えるだけだ、ぶっちゃけ。そんな即答でうんってくるのは思わなかった。昔っす。
昔、うん、まあじゃあ今今は今はぶっちゃけいやそのなんか上から見てみたいな、うんうん、接し方とか周りの人との話し方が変わったなと思う、うん、変わったと思う。それだけあのまあホルターが今営業勉強来てるわけじゃん。その中でそう切ってから自分でやりだしてから、うん、責任感というか寄り添うマジのが見えます。そう恥ずかしい寄り添っちゃってるの。俺まだ笑い話できないですよね自分では。いやそれそうだった。もう怒る動画だよ。もうだ怒っちゃったもんね俺も。もう大して怒ってないよな。しょうがねえよって。だけどその動きがなんか俺は気に入らんと。で今度じゃあ岡部だけのせい。だけどまあそうそう、まあさっき説明したからで、こいつらがまあアホだけど、なんかディーゼルのボタンタブを押してカード入れてディーゼル設定して、うんこしたいもんちょっと入れといてやと言ったわけだろ。そうです。で、実習生はまあその、とある日本人には、いや、いつも赤だけど、緑だからいいのかなと思ったけど、岡部やったからもういいと思って入れたって言われて、いやいや、お前の同罪だって、俺からしたのね。岡部だけ責めるもんでもないし、もう本当に責めるもんでもないし、別に。次どうすんだお前って言ったらそれだけのことじゃん。でもね、寄り添ってきた。どういうところが変わったのこいつが。すごいいい話だな。こんな絵みたいな感じ。この絵みたいな。何こんな、こんな感じ。こんな感じで。ちょっと向き合ってくれてるからさ。何が変わったっすか、うん、いや前から話とか聞いてくれるんですけど、うん、なんかまあ、こう、パッと終わりみたいな。あんまり聞いてくれない。うん、だって前も言ってたじゃん。マジあの人サイコパスですからねとか言ってそんなこと言わない自分の中でも変わったなと思う。意識はもうしてないですけど、うん、その自分で工程組んでるじゃないですか今自分、うんうん、あまあ堀川翔がこっちあの営業が半年間でずっとる間はなんかお前業務が変わったわけだ工程を。あそうそう一日の工程とか段取り、うん、それをやって行ってるうちに、うん、例えば暇な時は応援行ってるじゃないですか、うん、行かせるんですけど実習生だけで行く時もあるんですよ。もう一チームは日本人と実習生、実習生だけの方だと足がないんでこの応援の子が送ってかなきゃいけないんですよ、うん、朝、うん、で終わっまた自分の現場戻ってで自分の現場また終わったら迎えに行くとか、でそういうのが結構あったんですよ。だそういうのをできるだけ組みたくないじゃないですか、うん、けど、まあ、組まざるを得ない状況だったんでなんか申し訳ない気持ちが、うん、ああそういうことな、そうそうごめんねみたいな、そうそうとかまあ今めちゃくちゃ忙しくてで結構大きい現場でも人が足りてなくて、うん、少ない人数で、うん行ってもらったりすると、うん、自分で段取り組んどる工程組んでるじゃないですか。でも前もって応援を頼んどけばそこに困らない、うん、あ人を早めに手配しとけばいいけど、そうそうそれが3日前に明日空いてないとかそんなことばっかりやっとったらそうそうそういいだろうな、はい、うん、でそれが全然できてなくて、うん、まだ自分でな、そうそう、うん、それでもなんか申し訳ないなと思う、うん、多分そういうのでうん、寄り添うっていうか、うん、なんかそれが出てんのかな、なんか無理させてるのが、申し訳ない。あ、本当。あ、それ感じる。感じます。そう。なんか相手のことを考える。そう。本当に？ぶっちゃけ本当に？いや本当にです。マジで。前まではなんかあんま考えてる感じなかったですね。なんか本当に自分勝手な人なの。自分勝手じゃないですけど。ただその寄り添うとかは別に特別ないじゃないですか。自然とでもそうなってってんのかな、その現場の状況を聞いたりして明日の何人いるとか喋らなきゃ機会も増えてきたから、 そうですね、それがでも一番、ああそういうことだな、まあ、例えば声の芸能とかあるでしょ、はい、まあ、俺だったら本当にもうちょっとギャー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 言ってるだけだからさ、はい、まあ、動画撮りに行った時ぐらいはちょっとじゃあ世間話して帰ってこうかなとか、最近どうなのとか、はい、面白いことないのとか喋っていくじゃん、はい、まあ、それが自然とさ、なんかまあそのまあ、スキルが身についてるやん、そ う, でそういうところでなんかあこいつちょっと最近やべえかもなとかこいつなんかやべそうだなとか大丈夫かななんか不満溜まっとるなとかなんかあるじゃん、はい、そういうのを別に切り取ろうとしてやっとるわけじゃなく
普段の工程の話を聞いてると、あ、まあそうですね、自然となんか情報量も増えるから、ま、なんかちょっと面白くなそうでしょうかとか、なんとなく感じる時あるんだ。まあ、疲れとるなとか、うん、それをケアするようにはしとるんだ、自分の中で。まあケアっていう、うん、まあそうっす。ケアしてるんですかね。わかんないよお前。腕も違う。いや恥ずかしいっすねこういうの。恥ずかしい、ね。本当に慣れてないんで。仕事だろそれ。お前でも営業やってみたい。はい。どうなった話は。その引き継ぎのまだ話の前です。それあれなんですか、その僕は足場班じゃないですか。うん。足場から見ると本人が行きたいから行くってことですか、それとも、なんていう、会社が行けるから行かなか、どっちなんですか。いや別に、まあ、やりたくなかったら選んでいいって感じだけど、俺はやった方がいいと思ってる俺はね。これでもぶっちゃけ、いや別に俺に合わせてなんか社長がなんかやってほしそうだからやろうだったら別にいいぞ。僕は前からやりたいと思ってました。うん、管理能力もいろいろつくじゃない。だけどみんな成功しやすいって、テラとかもケンタもみんなやっぱ営業経験証明だ。二階堂時の営業経験証明だ。はい。受けるのはみんな言うじゃん。あれがなかったら今ないかもしれないって。あの経験がやっぱ大きい。なんか特別なことやってると思うけど、別に特別なことじゃないから営業なんて。はい。だけど、なんか特別な仕事もらうって特別なことだと思ってるだろう。だから難しいと思ってるだろう。だけど別にそんなただの人の付き合いだから、その大したことじゃないっていう仕事で、はい。当たり前のことをきちっとやれれば。成果出る仕事だからさ、営業も。まあね、で結局どうなった？そう、僕はなんですよ。どう、こいつはそのペナルティみたいな。結局なんか集団の仕事だったんだろ。お前払うってなった。そうそう。いくらだったの？2万ですよ。で、何？あ、ですよね。実習生はどうするの？実習生はとりあえず半年間、うん、はリフトと、うん、その材料とか、うん、まあ、トラックぶつけるとか、うん、そういうのがなかったらボーナス、ああボーナス免除なし、あるな、ちょっと、うん、あ、そういうのある、しょっちゅうあるのターンもしょっちゅう引くぞと、さすがに、そうそう、こんなターゲットことはあって、はい、でこいつはで岡部はで最初なんかちょっと納得いかんよな、実習生、納得いかんっていうか、俺あんまりそのなんかどうする、なんか社長から聞いたんですよ、あのなんかなかったらバックとか、まあそういう話は簡単でしたよ、簡単に決めるって言ったから俺何にも聞いてなかったんで、うん、じゃあこいつはどうなったの。その社長と話 したじゃないですか。うん、いいよ社長は別にお前がどうしたいんだよ、お前がさせてくるんだろそこ、別に俺がじゃあどうのこう縛ってどうのこうとか別に怒ってもしょうがないし、まあ、そうやな、別に何様のなそうかあれ終わってもいいし、ちょっと今考えてるのは、何で考えてんだ、持ってこいこれやガキ。あ、じゃあ提案、何日目だこれ、提案します。こいつと話し合って持ってくるんだけどな普通は、まあ、その、まあ、実習生も含め、うん、その毎月、まあ、1000円か2000円、うん、給料から引くのってできるんですか。引くのはいないかもしれないな、ボーナスから引くのはできる。まあそれか支払い、上げるも余分に上げるものを減らすないけど、給料を減らすってことはできんと思うな。で支払って、うん、でそれを貯金じゃないですけど、うん、でも今回みたいなことが起きたらそっから出していく。ああそれ難しいかもしれないな、給料からな。いやいいよ別に手当てみたいな感じで、なんかそういうなんか無事故 無事故ないない手当てみたいな、はい、作って、はい、なかったら払うと。だったらいいよ。でそれってまたプラスされちゃってんです。まあいいよ別にそれ。減ればいい。ああそうだ。まあ給料それじゃあんま意味ないです。で何もまあなかったら。そうです、まあそれを、うん、まあ貯めてみんなで旅行行くのか、みんなで飯ベトナム実習生とかも、うん、っていうのに。みんなが賛成してくれればですけど、確かにみんなが賛成しない法律が許さん、それは。あ、そうなん、給料から天引きとか許されるんだって。あ、じゃあもらってだから どこまで渡せばいいんですか。旅行積み立て金になるけど罰金になるような可能性があるものを徴収しようってなったんでしょ。ダメですか。
怖い感じの、それヤクザじゃん、はい、ヤクザ扱いされちゃうこれ。いや僕す893になっちゃうはしゃになっちゃうだけど実習生も何らか、まあ、なんかつけたってもいいんじゃん。今手当とかもやっとるから、いやそれをちょっともう一回見直して、まあ、ここだったら月1000円ぐらいの原資出るかっていうのをなんか探してきて、あこれ、まあ、これなんか問題起きやんか、それ一緒にペナルティーってなしにするぞって、はい、それでなんていうんですか、うん、もしみんなから集めたお金で、うん、例えば僕、まあうん、岡部がまたガソリン間違えた、うん、それなんか罪悪感じゃないですけど、なんか責任感じるじゃないですか、うん、みんなからそうそうそう集めたお金で直すって、そうそう、もう言ってるラッキーじゃん、ラッキーしてそうやって思われたらお前絶対元も食え事業を持つからお前一番多いんだから、お前はい、じゃあ視聴者の皆さん、まあ、ちょっと もうちょっと熱量あって怒ったれりゃよかったんだけど、正直終わってな、さすがに未就会じゃないのか。あの SNS メディア協会やってますんで、まあ、結構今来てくれて面白いメンバーもね、講師来てますんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。せーの。また見てねー。足場資材、誰か置いたい人もない。はい。足場資材が全然買い取りよりも、販売めちゃくちゃ好調で、欲しい欲しいもの。足場資材って。あで、塗り替えに売ってほしいってことですね。そうそう。買い取りたい。ちょっと効果買い取りもやっとる。